カトリーヌです。キャサリンではありません。私は今世界の人々が参加しているある環境会議にお邪魔しています。しかしそれにしても日本の方はおとなしい人が多い。頑張れ、主張せよ日本。それはさておき、私は帝人のコマーシャルを始めます。帝人ではこの度ほとんど全てのポリエステル製品から添加剤、着色剤を分離しポリエステル原料に戻すという世界初の完全循環型リサイクルシステムの開発に成功しました。2003年秋には回収ペットボトルをボトル原料に再生、つまり古いペットボトルから新しいペットボトルを実現します。やるじゃん日本。でもあなたが何かしたってわけじゃないんだけどね。というわけでそろそろ時間です。以上、いろんな顔を持つ帝人のコマーシャルをお伝えしました。ペットボトル回収しますだけじゃない帝人。